象のいる、異国風景図憲本有祭安田電機文政10年4月11日は、江戸時代後期の絵師、同版画家である。東東洋及び青王道伝前の門人。名脇。字は非戦といい、東武田、東、学、大方端などとこうした。東武田というのは、二人の死に由来するものと言われている。仙台の出身。死であった。 伝前の画法を継いだ画家の中で、最も優れた門人が、安田元気であった。仙台の老子であり、はじめ、仙台藩の仮の廃止東東洋に絵を学び、完成年間に、塚川に移ってから、丹梅屋に入り、伝前に指示している。また、白川藩主語内寺の東林寺住職に壊れて、松平貞信編さんの、 周行十種にも関与した、須賀川の十年時の仮想白雲や谷文長にも学んでいる。文化十二年制作の同伴画、三雲亭などが知られている。三雲亭とは、白川湖御用達、常松家の別邸を描いたものであった。同伴画のほか、肉筆画も残しており、白雲や伝前と共に、松平定信の画心でもあった滝は、文政十年四月十一日、 病のため、道の区国岩前郡沢小村において44歳で、没した。墓所は、岩岸城場に湯本町の総前寺。この寺には、滝の妹の夫、柴原太志信と、門人たちが混流した墓碑がある。法名は、天秀道紀神事ありがとうございます。